こんにちは、うなぎとひでおです。ひでおくんが散歩がまたやりたいみたいなので、ちょっとザトーマーケット連れてきました。コストコみたいに、なんかスーパー、でっかいスーパーマーケットなのでね。なんかいろいろ売ってるのは俺知ってるんだけど、例えばここのスイカとか、ひでおくんが好きそうな食べ物がいっぱい置いてあるので。なんか、好きなもの選んでもらおうかな。せっかくだから。どうした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 なんかいきなりパニクってる。目移りしてんのかな。なんだその動きは。何が食べたいんだよ、ひでおくん。スイカ？あ、スイカ好きなの？あ、スイカがいいんだ、やっぱもう。これがいいんだ。でも他にも見た方がいいんじゃない？いっぱいあるよ。これ何これ？ピザある、ピザ。ピザと、ホットケーキもあるね。なんだ、これなんだ、これなんだ。これなんだ、これ。食べたいのかな？他にもあるよ、ほら。これは？ひでおくん。これなんかチョコレートかな？なんかいっぱいある。なんかむさぼり尽くしてるな。めっちゃ目移りしてんじゃん。食べるの好きなんだ。あ、なんだ。あ、こっちも。なんかもうパッケージ開けて食べてない？これ。むしゃむしゃ食べてない？お菓子だね、これ。カレーもあるね。いろいろ、お好みですね。こっちはこっち。あ、これ洗剤。ひでおくん、洗剤は、食べないんだね。そらそうか。食べ物にしか反応しないんだ、ひでおくん。ひでおくん実はこんなところに食べ物はないよ。こんなとこにはないよ。もうこんな荒野みたいなとこないよ。落ち込んでんの？食べ物がなくて。食べ物がなくて落ち込んでたから。あ、ひでおくん食べ物見つけた。あった。こんなところにロブスターとサザエがあるぞ。見つけちゃったか。ひでおくん燃えてパニクってます。あのバーベキューを食べたくて、自分がバーベキューの食材になっちゃった。燃えちゃった。ひでおくん熱そう。